皆さんこんにちは。トコボウッド斎藤正光です。初心者のための木工基礎講座第2回目始めていこうと思います。DIY を始めたい。自分の作りたいもののイメージはあるけれど何をどこから手をつけていいのか分からないということをよく聞きます。そういう方向けにこのような5回の講座を共有しています。今回は材料カットの方法についての講座です。では早速始めていきましょう。 その前に第3回の講座を見逃さないように通知をオンにしておいてくださいね自分のイメージするものや材料は決まったけれどどのようにして切ればいいでしょうか初心者の皆さんであればこのような3つの方法があるかと思います楽な順にすでにカットしてあるものを使うホームセンターでカットしてもらう自分でカットするこの3つですこのチャンネルを見に来てくれている方は安く仕上げたいというよりは おそらく自分の思った通りのサイズのもの色デザインにカスタムしてみたいというような思いが強いんではないでしょうかとなるとできるだけ楽をした方がいいと私は個人的に思っていますなのでホーームセンタににカットを頼んででしままうううととといいのが番楽あることになります頑張ればいいものが完成するというわけじゃないですからね。ただよりカスタムを楽しみたいという方は自分でカットしたいですよね。 制作過程も楽しみたいそういう気持ちがあるんではないでしょうかここからは自分でカットする方法だけにフォーカスして説明をしていきます自分でカットする方法は3つありますノノココギリををを使使使っっってててカカカッッットトトすすするるる方方方法法法丸ジグソーただこの動画を見に来てくれている方は電動工具をいきなり使うというよりは より安全で初歩的なやり方を知りたいのかなと思っていますので、電動工具での切り方については割愛します。早速、ノコギリでカットを始めていきます。まずはカットしたい場所に線を引きます。この時、ざっくりとしたものを作りたい時ほど太い線で OK です。例えば太めの鉛筆です。精密に作りたい場合はシャーペンを引いてみてください。 初心者の方ではそこまで行く人はいないかもしれないですが超精密に作りたい場合は買ったナイフで線を引いいててみてくださいこの線を引く作業の時にいろんな道具がありますこの道具はコンンビネーションスクエアといって大変便利なものですこのように線を引く時に使える道具もいろいろありますから自分に合ったものを選ぶといいでしょうどれも基準となる面に対して90度の線を引くことができます もし1つだけおすすめするとしたら断然このコンンビネーションスクエアが便利です。90度の線も引けますし45度の線も引けますし、またこの基準となる位置を変更することができるのでこのように変更することができるので基準面から何ミリの位置に線を繰り返し引かなきゃいけないというような時に大変便利です。もし1つだけおすすめするとしたらこれですね。 線が引けたらその線に合わせてノコギリを当てていきましょうそしてここでのポイントは刃のないところに親指でガイドを作ってやってあとは優しく切るだけですここまでででできてどううううししょうできそうでしょそかただ大半の方はそれができたら苦労しないっていうところですよねなので今回はこのような総ガイドを使ってカットを進めていこうと思いますこのように材料を総ガイドの中に入れて あとはノコギリで切っていくだけですポイントはたったの2つソーガイドを何かにきっちり固定しておくことノコギリは力を入れすぎないことこの2つだけですまず最初にソーガイドの固定から説明していきますこのソーガイドは平面には置いて使えませんここに段差があるので平面に置いて使うことができませんこのような感じの 可動式のバイスにもなるワークベンチを使うことをおそらく想定して作られています。確かにこの組み合わせは使いやすいと思います。多くの方はそのようなものは持ってないというところじゃないでしょうか。置き場にも困りますから、最初はいきなり導入する人は少ないかと思います。なのでちょっと違うやり方をしてみましょう。ツーバイフォーやワンバイフォーなどにこの総ガイドをネジで固定します。その後、そのツーバイフォーもしくはワンバイフォーをどこかに固定してみてください。 例えば百均のクランプなんかどうでしょうか。これであれば安価に手に入れることができますので、試してみてください。 その状態から2つ目のポイントノコギリには力を入れすぎないを実践しながら切ってみますご存知かもしれませんが日本のノコギリは引いた時に切れますので引く時に力を入れます。押す時はそっと戻すだけです引く時の力もできるだけ刃をまっすぐに保つことができるくらいの力にとどめましょうそれがまっすぐそして切断面をきれいにするコツです もしこの時に力を入れないと全然切れないとなった場合はノコギリのの切れが悪いのかもしれません私の場合この z ソー3というノコギリを使っています DIY ならこれ一択ですよく切れますしすごく安くて長持ちします DIY レベルであれば3年くらい刃の交換をしなくても全然大丈夫ですでは力を入れすぎた場合とそっと切った場合の違いを見てみます断面はこのくらい変わってきます ぜひこの2つのポイントを守って切ってみてくださいさてこれらのポイントを仮に守らずに切った場合どうなるかということを理解しておきましょう総ガイドや材料を抑えるのに必要以上に力を使ってしまいますのでどうしても姿勢が崩れますそうするとガイドにノコがちゃんと通らずに歯が曲がってしまいますまた力を入れすぎてしまった場合も同様です ガイドはどういうノコギリが使われてもいいように当然広めに作ってあるわけですから、必要以上にノコギリがブレてしまいますと、まっすぐ綺麗には切れませんよね。なので、総ガイドを何かにきっちり固定する、ノコギリには力を入れすぎないを守ってカットしてみてください。クランプは100均でも買えますので、ぜひ試してみてください。切れた断面を見てみるとこのような断面です。 スライド丸の子でカットしたものと比較してどうでしょうか思ったより使えるという印象じゃないでしょうかここで一つ豆知識を加えておきます先ほど線を引いてカットしまししまょうとお伝えしましたそれは同じ寸法のものを切る場合は最初の一つだけで OK です皆さんもこういうコンベックスを使ってみて1 0ミリの線の右なのか左なのか迷うことってないですか なので思ったよりも同じ寸法に計くというのは大変難しいものですそしてそれを目視で刃の当たる位置を位置調整するというのは非常に難しいことですなのでその2つのズレ線を引いた時のズレとノコを当てる位置のズレというのは時に数ミリくらい思っていた寸法よりも離れてしまうということになります となると300ミリの長さに切ろうとしたけど302ミリになっているものと298ミリになっているものが現れるわけです。でも300ミリで作りたくて302ミリのものは許容できると思いませんかでも304ミリは許せない気がします。ただ現実問題298ミリと302ミリは4ミリのズレがありますよね。何が言いたいかというと302ミリですべての材料が揃っていたら 許せるんじゃないかということですなので総ガイドは同じ場所にノコギリが入るわけですから材料も同じ位置に来るように工夫しておけばいいわけです百均のクランプなどを使って当て着をしてストップブロックというものを置いておけば同じ位置に材料が来ますよねこのようにして同じ寸法の材料を切り出すようにしてくださいいかがでしたか今日の基礎講座はカットについてお伝えしましたもう一度 復習ししておきましょうガイドを何かにきっちり固定して切るノコギリには力を入れすぎないこの2つですどちらもノコギリを切ることだけに集中できるそして姿勢を保つことができるようにするためのものですそこを意識してカットするようにしてください次回はネジででのの固定方法についての講座です今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました 今後の動画も見逃さないためにチャンネル登録と通知を忘れずにお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。